りました。総合格闘技ってタックル、はい、え今あの足を進めに行ったんですけれども、足関節ですね。足関節を取りに来る。さあどうだ、上敷狙いに行く。さあ腕が伸びるか、伸びるか、決めに行く、決めに行く、腕が決めに行く、上敷。さあどうだ、どうだ、腕が伸びるか、決めた。一本取った。この舞台に立つという夢が叶いました。これからも女子格闘技のことをよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。めっちゃ嬉しい。嬉しいです。ありがとうございました。復帰してほしいですね。すごい。39歳まで。いや、なんかできるんじゃないのっていう話は時々は言われてますね。今20で、これあんまり人には言ったことないんですけど、レスリングはこうやりきれずに終わっちゃったんで、格闘技もやりきって終わりたいんですけど、まああとやっても5年ぐらいかなとは思うんですけど、なんかその後のやっぱり人生ってあるじゃないですか。なんか結婚して子供産んでっていうのもやっぱりしたいし、またまあ女性ならではっていうのもどうしてもある部分はね出てくるし、39歳で引退したんですけど、39歳までやるつもりはなくて、かなちゃんぐらいの時に同じようにやっぱそれぐらいで結婚して子供を産んでっていうふうに思ってて、もう足りない足りないで、何やってもこれができるようになったらこれもまたできるようになりたいなっていう、もう本当に毎日足りない足りない、これできるようになりたいっていうような、すごいあの気持ちが途切れなくて、気づいたらもうその30後半になってきていて、でもカンナは逆に藤見さんがすごいかっこいいと思ってますね。やりきって、今また本当に新たな人生みたいな感じで、すごいやっぱかっこいいと思ってますね。カンナの理想です、やっぱり。藤井さんの答えはやりきるには時間がかかる。ってことはだからやっぱ30やって足りずにまたどんどんってなりそうだなっていうのも自分でもあるんです。カンナなんかチャンピオンになってプレッシャー感じるとか言ってるぐらいなのに、藤見さんはもう全部を背負ってたわけじゃないですか。そう考えると本当メンタルとかも、いや本当すごいなって思いますね。考えすぎちゃうとね、やっぱり好きでやってることなんですけど、いろんなものは背負いすぎると本当に好きでやってるっていうのが一番大切で、だからこそ強くなれる。好きだからね、ずっとやっぱ続けれるし、苦しいこともね、今回の合宿にしても確かにもう、長くそうです ね、ただただ何かのためにっていうのでね。しっかり見てよ、次つく位置しっかり見て見て、私あの格闘技を引退する時の夢が、なんか子供とこたつでみかんを食べながら女子の格闘技をテレビで見たいっていうのが夢っていうか、夢なんですっていうのを引退の時に話したことがあって、でなんかでもそう言ってたのがもう今それができている。そうなんですよ。だから本当にもうすごくキラキラ輝いて見えるし、なんか自分の夢をみんなが叶えてくれてるっていう言い方は変なんですけど、それを見せてもらえてるっていうのはすごく嬉しいし、自分たちが、ね、表に出ることはなかったけどやってきたことの意味ってあったんだろうなっていうのも感じることができるので、家のこたつじゃないんですけど解説席の方で見させてはもらっています。響きましたね今。
気持ちはやっぱ受け継いでいかなきゃいけないんだなっていうのはあります。